主な、サバ街道若狭街道熊川宿鴨川に架かる出町橋。田元には、鯖街道口樹ゼ落中と書かれた石碑がある。福井県小浜市の鯖街道起点プレート、福井県小浜市の泉町アーケード、入口鯖街道は、若狭国などの小浜半寮内と京都を結ぶ街道の総称である。主に魚介類を京都へ運搬するための物流ルートであったが、その中でも、 特に鯖が多かったことから、近年になって、鯖街道と呼ばれるようになった。競技では、現在の小浜市から若狭町三択を経由して、京都市佐京区の現出町商店街に至る、若狭街道を指し、大胸国道二十七号や国道三百六十七号に相当する。ただし、王子の若狭街道は、現在の国道三百六十七号ではなく、大見尾根を経由する山道であったほか、 それぞれの国道ではバイパス道路が建設されているため旧道となっている区間もあるため必ずしも一致しない講義では現在の峰南から京都を結んだ街道すべてをサバ街道と呼ぶ鉄道や 自動車が普及する以前の時代には、若狭湾で採れたサバは、両商人に担がれて、徒歩で、京都に運ばれた。冷凍技術のなかった当時は、日本海で採れた生サバを塩で締めて陸送する、方法が取られ、京都まで輸送するのに、丸一日を要したが、京都に着く頃にはちょうど、良い塩加減になり、京都の庶民を中心に重宝されたと言われている。カキは、運び手が多く、陶器は、 寒冷な峠を越えることから、運び手は少なかったと言われる。運び人の中には、冬の峠越えのさなかに命を落とす者もいた。しかし、冬に張畑峠を越えて運ばれたサバは、寒さと潮で身を引き締められて、特に美味であったとされている。サバ街道によって、サバだけでなく多くの種類の海産物なども運ばれた。平城宮の後や、奈良県飛鳥村の都の後で発掘された木管からは、 若さからタイの寿司など10種類ほどの海産物が運ばれたと推定され、サバ街道の起源は1200年以上、あるいは約1300年前と考えられている。また、現在の柏原市にある藤原宮跡から出土した木管には塩の荷札が多数見つかり、サバ街道を利用して塩も多く運ばれたと見られている。現代においても、オバマや国道367号沿線などには、 サバ寿司の製造を制御とした店が多数存在する。2015年4月24日、文化庁は日本遺産の最初の18件の一つとして、海と島をつなぐ若さの往来文化遺産群、五色国若さとサバ街道を選んだと発表した。サバ街道を地域活性化に利用するための取り組みとして、オーバーマ、若さ、 高島の三市長によるサバ街道交流促進会議が2005年度に発足したが2012年度にはサバ街道ちづくり連携協議会として組織形態を発展させ観光や名産品の売り込みなどが広域的に取り組まれている。サバ街道の起点とされている小浜市泉商店街アーケードの路面にはサバ街道起点のプレートが埋め込まれている。一方、 終点の出町柳付近にある出町商店街では、京都府の補助事業、サバ街道情報発信事業における地域活性化のモチーフとして、サバ街道が用いられたほか、この事業などにおいて、街道沿線との交流の試みもなされている。また、小浜市から京都市までを王子のルートで走り通す、サバ街道、ウルトラマラソン大会が毎年開催されているが、 ルートの大半が未舗送路であることや高低差が大きいことから別名ウルトラ山学マラソンサバ街道マラニックとも呼ばれる熊川塾は2007年12月近畿では8番目の日本風景街道若狭熊川サバ街道として登録されたオバマと京都を結ぶ経路は幾通りもありそれらはすべてサバ街道と呼んでいた最もよく利用されたのがオバマから 熊川塾、くつき村を経て、京都の出町流に至る若狭街道で、一般に言われる鯖街道はこの経路のことを指している。ここでは、主な街道やルートを、東側から順に上げる。なお、オバマを起点とすることから、オバマ街道と総括、混同されることもある。琵琶湖経由のルートをオバマから、琵琶湖北西岸の今津へ抜け、琵琶湖上の水運を経由して大津まで行き、京都へ至るルート。 古代は、勝野焼津などが、鎌倉時代以降は、今津を主な水陸中継地とした。後、豊臣秀吉が、若狭王冠の荷物をすべて今津経由とするなどの費用を受けたほか、若狭街道が、くつき方面へ折れる道を、さらに直進し、今津へ至る道が整備され、伏見城追記のための資材輸送にも利用された。なお、古城から京都への陸揚げは、山、 中越を介して、最短となる坂本が利用されたが、後に、秀吉が、伏見や大阪への利便性が高い大津を保護し、坂本などから移した船を合わせて、大津百姓船を組織した、西大見路今津から、琵琶湖の西岸を陸路でたどれると、おおむね現在の国道161号に該当する、若狭街道、鶴ヶ街道若狭街道同標現在の国道27号、 国道303号国道367号に相当、小浜から穂坂で南に折れ、平山地の西側の谷沿いに進み、途中峠を越え、京都府に入ると、大原から高野川で周運となる。引き続き陸走の場合、大原より、現在の京都府道108号創生上野線から、京都府道40号下鴨制限大原線へと、進み、市原で、 倉間街道に合流する、小浜京都間の陸葬最速ルート。倉間街道北山中の同票倉間街道小浜から、お乳川沿いを登り、根頃坂峠を越え小入谷から張畑川沿いを経て、京ヶ岳を越えて、京都府へ入り、京都府道115区田広河原線沿いの区田で、山道へ分け入り、峰床山大瀬大見花生峠へ、京都府道38号京都広河宮間線で、 安馬を抜け落中に至る。北から大飛山を経て京北に入り、桂川を渡り、セ里セ峠を越えて、京都府道361号上、黒田船船で、木船、倉場に至る脇道もある。小浜京都間の最短ルートであることから、よく利用されたが、丹波高地を縦断するために道分けはしい、昭和初期以降は、利用が廃れたため根頃坂峠が廃道となっていたが、 近年になって、観光や地域文化振興などの観点から古道と数度交差しつつ、古来の根頃坂峠とは少し離れた新たな峠である尾乳峠を通る林道が開かれており、滋賀県側は全面舗装されている。福井側では、倉間街道ではなく、小浜道と呼ぶこともある。雲が旗街道をオバ浜を立ち寄う一町内の国道162号で、 那田し村から五波峠かゴ蔵坂を越え、京都府に入り、現在の南丹市や市政から佐々里峠廃村八丁、京北を経て、北山に至る。現在の京都府道3 7十号佐々さ戸い線と、京都府道61号京都京北線に相当。倉間街道同様に山越えが多く、道は険しい。西のサ街道の看板オバマ街道八が、峰のを越え、 現在の京都府道三百六十九号、矢原多岐湯下線を経て深見峠で一旦国道百六十二号に合流、狭間峠から京都府道三百六十六号峠湯下線を抜け、山国神社付近で、桂川を渡り、天道山から岩屋山を越え現在の京都府道百七号、雲ヶ果たしも杉坂線、高根街道より落中へ至る、福井県側では南側、南川、 京都府側では、浦川が改作した、沢地を通り、丹波高地の沿辺部を迂回するため、やや遠回りだが、サバ街道成立前から利用されてきた古道、高浜街道、修山街道をオバマでなく高浜町を起点とし、福井県道16号、坂本高浜線から頭巾山を越え、京都側では、修山街道と呼ばれる国道162号を通る、最も西側のルートであることから、 西のサバ街道と呼ばれる。オバマ街道、雲ヶ畑街道、修山街道の京都府側は2016年に制定された京都丹波高原国定公園における自然と人間の共生を示す文化的要素として検証されている。近年の日本は多くのサバをノルウェーから輸入している。これを指してノルウェーから日本への空路を現代のサバ街道と例えるものもいる。 福井県では1974年には12,697トンの水揚げがあったが、2012年には170トンになっている。コースは、通称、本サバと称される、A コース八丁表を保せ、花瀬峠倉間、ま、鴨川、出町公園と、通称、半サバと称される、B コースがある。小浜山図館が、約3 8トルの道のりであったことから、キュウリハンとも、 言われた、1587年に、秀吉の意向を受けた大津藩の浅野長吉が百艘の船を大津に集めるため、琵琶湖岸の各藩に呼びかけた定め書きを端緒とする、大津港の二役などに関する特権を、代々の支配者から受けていた。参考、大津百艘船小入屋とお入をかけているので、名前は、ひらがな、道場六三郎や、魚、平一四助などが、 実証や輸入を推進する新聞広告などで故障している。ありがとうございます。